皆さんこんにちは。この番組は起業、子育て、ビジネスについて CEO キッズアカデミーファウンダーイゲット千恵子と CEO キッズマスター講師の藤原がママが子育てを迷わないための応援番組です。はい、アロハ、イゲット千恵子です。こんにちは、藤原さとこです。はい、では今日も始まりました。千恵子さんにはね、いつもね、質問フォームの方概要欄に貼ってるんですけども、今日はですね、千恵子さんにね、シングルマザーのママたちから結構ね、悩み事、質問が来てて、やっぱり経験ね、した方に、聞きたいなっていうの。あると思うんですよね。なので、参考、なんかさ、参考になるかどうかがなんかちょっと疑問なんだけどね、私の場合なんか。ああ、確かに、確かに。そう、なんかさ、あんまりさ、なんかこう、普通じゃないじゃんみたいなところがあるから、なんかさ、参考になるのかなって思うんだけど、あれ、さとこちゃんのお友達でも結構もう離婚してる人とかいる？でも、最近そうですね、知り合った方とかだったら言いますね。起業してる子とかは、よく。そう、女性の起業のゴールはもう離婚だったりするからね、最後に。もう離婚したいから稼ぎますみたいな。確かに、そういうことか。そういうことよ、そういうこと。だから、まあそういう人もだんだん増えてきてると思うんだけど。そうですね。そう、20年前とか、まあ、19年とか、まあ、今約20年くらい前に離婚してるから、まあ、その当時はさ、あんまりもう離婚してる人いなかったのよ。あ、そうですね。なんか言わないっていう方も結構いたんですよね、あんまり。だから、うちはもう、親戚に、多分ね、5年くらいはね、内緒だったの。ああ、やばい。離婚しよう。ああ、なんかね、親世代もなんかね、気にしてたりとかね。そう、だからもう出戻ってこないでみたいな感じで。はいはいはい。とにかく、もう、ひた隠しみたいな感じだったよね。そう、だからすごくその、なんか離婚してる人も、なんか、まあ、なんか変わってる人しかしてないみたいなさ、なんか、感じもあったし。なんかほら、誰か相談できる人とか、その離婚経験者とかさ、まあ、周りにあんまり、なかったんだけど、だから、まあ、ほとんどさ、自分で決めなきゃいけない。まあ、シングルマザーだろうと、まあ、普通のマザーだろうと、まあ、結構、お母さんに、まあ、決定権があるうちと、まあ、お父さんに決定権があるうちとあると思うんだけど、シングルマザーのいいところは、まあ、全部自分の意見で決められるっていうところは、すごい、そうですね。いいよね。そう、いいんだけど、もちろん誰かに相談することとかもできないし、あとなんか、意外とシングルマザーの周りの外野がうるさいみたいなのがあるんだよね。あ、なるほど。まあ、良かれと思って言ってるかもしれないんですけど、それがね、時にはちょっと苦しめちゃってる、実は。そうそうそう。それで、まあ、もちろんさ、自分の親とかもさ、孫と娘を心配してみたいなので、ああだこうだ、まあ、言ってくることも多いし、そんなことして大丈夫なのとかさ、なんかこう、今、外野がガヤガヤするわけですよ。なるほど。シングルマザーあるあるですね。そうなのよ。だから普通に仮面夫婦してるうちは何も言われないけど、離婚した途端にこう、ガヤガヤするみたいな感じ。ああ、そうか、そうか。あるじゃん。親ってやっぱ、そう、親って上っ面のなんかさ、その幸せな、夫婦の像みたいなのしか見てないじゃん？その実際に娘たちがね、その夫婦関係がうまくいってるかは、悪いや、ね、うまくいってないかとかは、あんまり見てないじゃん。そうでしょうね。ね、そう。だから、そういった意味でなんかさ、こう、シングルマザーになると急激になんかさ、人のこう、監視がすげえ厳しくなるみたいな。なるほど。のがあって、私はもうそれがもうめんどくさいし、なんかその、とにかく息苦しいから、とにかく海外行っちゃおうみたいな感じで、もうパッパッと出ちゃったんだよね。ああ、なるほどね。そう。だからもちろん、そのなんか、自分でこう全部決めて、自分で責任も取らなきゃいけないし、
で、その決めた決断が合ってるかどうかっていうのはもうその時はもう分かんないしさ、やってる子育てしてる途中とかはもちろんこの道でよかったんだろうかとか、離婚してよかったんだろうかみたいなさ、そういう迷いとかもずーっとあるのよね、シングルマザーって。だからそのなんかこう自分で腹をくくって決めるみたいな、部分までに到達するのに、多分結構苦しいと思うのね。そうですね。確かにやっぱり。まあ、どっちにしろ、全部自分に責任があると思うと、やっぱプレッシャーにもなりますしね。そうそう。だからすごいなんか、こう、まあもちろんなんか人格をこう否定されたりする場合もあるわけだったりとかさ、するわけだから。だからやっぱりこう、まあ、ある程度こうメンタルが強くないと、まあなんかほら子供と一緒にシューンってなっちゃったらもうダメだから、まあどんどんまあみんなメンタル強くなっていくよね。まあどんどん、まあ歴史が長くなっていくとか。当然だけど。そうですよね。お父さん役もお母さん役もなんか両方しなきゃいけないし、そう。だから、そういった意味ではこう、責任が非常にあるわけだからさ。そう。で、その中でどうやって決断とかをしていったんですかってよく聞かれるの。ああ、それは聞きたいですよね、皆さん。で、それで何をなんかこう、軸に、どれを軸に考えて、その、もちろん外野もガヤガヤ言うし、例えば別れた前の旦那さんがゴヨゴヨ言ったりとか、なんかいろいろこう、あちこちからゴヨゴヨ言われたりとかする中で、自分でこう、何を軸に決めてきたんですかみたいなのを聞かれたんだよね。で、その時に、まあ、一番その子供の幸せももちろんだけど、子供が何が幸せかって言ったら、お母さんがハッピーであることが一番幸せなわけだから。そうですね。そう。だから、私と息子の幸せが一番、ファースト。だから、私は、まあ私の場合は日本にいるともう窮屈すぎるから、私がハッピーになれる場所に移り住んだっていう感じで、まあ、息子を連れてきたっていう感じでもあるんだけど、でもそれによって、まあ、二人ともハッピーで、二人ともライ、なんていうの、そう、新しいライフっていうか、その人生を、やっぱりこう、歩めるっていう、まあ、場所っていうか、居場所みたいなものとか、その、軸っつったらもう、とにかく二人がハッピーでいることだけじゃん、もうなんか。いや、本当そうですね。そう、だからそこで、あと、そう。で、大体口出す人は、もうお金も出さないし、助けも出さない人だから、っていうね。本当そうなんですよね。なんかもう口出すなら、お金出してくれる人なら、まあまあ聞きますけど、みたいな。そう。でもね、お金出す人って口出さないのよ。あ、そう。これ決まりなの。そう。もう、お金出す人は口を出さないっていうのは、もうなんか大体決まりで、でも、ぐちゅぐちゅ言う人は、まあ別にいざという時に手伝ってもくれないし、ぐちゅぐちゅ言ってるだけみたいな感じだから、そこをどうやってこう聞き流すみたいな感じで。スルー力をね。そう。だからもちろんすごい、学費とか教育費に出してくれるおじいちゃんとかばあちゃんとかはもうめちゃくちゃ言うこと聞いた方がいいし、出してもらった方が絶対いいと思うけど、なんかあんまりガヤガヤ言うだけの人とか、まあ、別に、そんなにね、なんか、聞いても聞かなくても、どっちみち、なんか、いたというとき別に助けてくれたりとかも、そんなにしないじゃんっていう感じで、いいんじゃないっていう、ふうに私は思っちゃったんだよね、みたいな感じで。いや、でも、本当そうですよね。アドバイスになるかどうかはわかんないんだけど、そこはね、なんか、もちろんほら、親だからすごい心配してくれて、って言ってるっていう場合もあるけど、でも、なんかさ、心配だから、心配だからって言われるのってすっごい嫌じゃない？いや、ほんとそうですよね。なんかこう、信頼されてないですっていうのを全面的にアピールされてるじゃん、親に。確かに。
そう。なんかそれはなんかこう、自分も言われてすごい嫌だったから、なんか子供にもなんか大丈夫なのとか、気をつけてねとか、なんかそういう言葉、なんか無意識に結構かけちゃうけど、そうそう、親ってね。そう、かけちゃうけど、それによってなんかこう、後ろ髪引かれたりとかさ、なんかめんどくせえな、別に大丈夫だよみたいなふうに思ってるとかさ、なんか私は自分がしてたから、なんかあんまりそういう、なんていうの、声掛け、ネガティブな声掛けする人と、まあ一緒にいないみたいなのが。ああ、いやでもそれって本当大事だと思います。それがなんかハッピーで、自分たちがハッピーでいるために、なんかすごい必要なことだったのね。なんか私にとって。ああ、確かに。なんかもう、そういうことばっかり、なんかマイナスのネガティブなワードばっかり聞いてると、本当になんか離婚が悪いみたいな感じに、すべてシングルが悪いみたいになっちゃうから、余計になんか、ね、自分責めたりとかしちゃうような気がする。そう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 。するとなんかその、大丈夫なの大丈夫なのみたいなのもすごいさ。まあ、今でも言われるんだけど、この50年になってもね、言われるけど、だからそれっていうのも、やっぱ結局、あんま信頼されてないんだなっていうのもあるし、だけどそれをさ、なんかこう、なんていうの、認めてもらうためには、やっぱり結果を出すしかないと思ったんだよね。ああ、そうですね。いや、そこですよね。そう、うんうん。で、シングルマザーでも、もちろん立派に子育てされてる方もいるし、お仕事きちんとされてている人たちももちろんいて、で、なんかほら、悪い例ばっかりがこうニュースに取り上げられたりさ、虐待とかそういうものばっかり、あれ、取り上げられるけど、なんか、いいことしてる人ってあんまり取り上げてもらえないじゃん。なんかいや、日本のね、本当に、メディアとかってさ、そうそうそう。そうそうそう。だから、なるべく不幸な話とか、こう、まあ、好きじゃないですか。だから、それもあるけど、でも結局は結論は、なんか、この、安心させるには、まあ、だから自分の、その、サクセスするというかさ、子育てもうまくやって、あ、こんなにちゃんと育ててすごいねって思ってもらえるような感じにするっていうことをやっぱ自分の中に決めて、それで、こうそれに向かってこうなんかやるしかないっていうか、こう自分とのなんか約束を守るしかないみたいな感じで、やってきたんだよね。だから、なんかシングルマザーはなんかね、意地みたいな、シングルマザーの意地みたいなところも、ある、あったなっていうふうには思う。でも、だから逆にそれがなかったら、あんまり子育ても興味持たなかったかもしれないって思う。でもその意地ってなんか何でも子育てにある意味大事かもって思うんですよね。なんか、私の姉は、まあシングルじゃないけど、まあ障害持ってる子供がいて、やっぱその人から見ると障害者もなんか障害者いるイコール不幸みたいな、やっぱニュースとかでもなんかそういうふうに取り上げるじゃないですか。大変だよねとかね言われる。そう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 。ただやっぱりその大変そうに見られたくないっていう意地があって。そうそうそう、わかるわかる。だからすごいうち、寝たきりで、車椅子なんですけど、めっちゃくちゃおしゃれにしてるんですよ。もう服装とか。で、歩けないけど、いつも靴とかも、むっちゃいい靴履いてるし、とかで。なので、やっぱりその、見かけで差別されたこととかなくて、それってやっぱ親のそういう意地って大事だなって見てて思ったんですよね。みすぼらしくしてると、やっぱり、ああ、だからだよね、みたいな感じになるじゃないですか、なんか。人の。でもやっぱり人一倍おしゃれにしてたら、そんな介護してたんですかみたいな感じにも思うし、だからなんかシングルの方とかも、ね、なんか自分がちょっと自信なかったりとか、そういう行動になってると、あーっていう感じで思われないためにはやっぱり。そうね、色メガネでこう見られないためにも、なんかこう、プライドというか、まあ、いいよね。そうそう。それはすごいね。なんか、まあ、逆に変な力が湧いちゃう多分。体
火事場のばかり力的なものがやっぱりこう湧いてきてるなっていうのはあるから、だから、多分私は離婚してなかったら、こういう子育ての仕方しなかったと思うんだよね。っていうのが、なんかすごい、思うんで、すごいなんかね、その、なんか、まあ、与えられた環境の中でさ、なんか、いかにハッピーになれるかっていうところが、そう、結局はさ、重要だから、まあ、子供も幸せ、私も幸せ、もうそれ以上別になんか、必要みたいな感じじゃない？いや、ほんとそうですね。確かに。そう思うんでね、本当に幸せですよ。だからね、そうやって、もしね、シングルの方で悩んでる方がいらっしゃったら、まずね、本当にロールモデルって大事だと思うんですよ。なんかもうその、大変そう、もう私本当離婚して大変なんですっていうシングルの方たちといると、やっぱり、あ、もうやっぱ大変だよねってなるんだけど、その、こうやったら。大変なのよ、本当は。でも、本当に大変なのよ。そう。本当に大変なんだよね。なんかそこもね、あれだけど。なんか見せ方として、なんかこうやったらうまくいくっていうのを知ってる方と、なんかたくさん出会うって大事だなって思いますね。そうだね。そう、ほとんど。なんか結構上手にやってる人はやってるしさ、っていうところでね、なんかいいところはさ、取り入れて、別に、そのなんかシングルマザー、シングルファーザーだから、何かこう、引き目が、あるとかっていうのは、考えすぎみたいな感じで、いいんじゃないかなとはすごい思うね。で、逆にこう、すごい密な親子関係みたいなのを、逆に作れるんじゃないかなっていうのはあるよね。母一人子一人じゃないけどさ、なんかそういう絆みたいなのがさ、できたら、まあいいじゃない、なんか。そうだ、そういう意味でもね、なんかまあさ、まあもちろん、夫婦揃っている方が、まあいい、越したことはないんだけど、まあもし、まあ一人欠けちゃっても、まあ、代替は聞くっていうことは、証明します。いや、本当に、なんか、これしかないって考えずに、なんか住むとこも、もう日本しかないとかじゃなくて、なんかね、本当に世界から選べる。私も海外住んでて、日本じゃなくてもこっちで離婚してる方とかもいますし、離婚してから海外に移住とかね、方も知ってるんですよね。で、やっぱりその制度も違うし、ね、その時給とかも違うしっていうので、なんか、あ、そういうふうに離婚してから海外行くっていうのありなんだっていう、なんか海外に住んでる人と、移住した人とかを見ると、本当に選択肢広がるなって思いました。そうなんですよ。そうなんですよ。だから、そう、本当。だから、なんか、こう、シングルマザーだからできないとかいうのも逆にないし、逆になんかね、そう、そういうなんかまた別の国のチャンスとかも、なんかあるんじゃないかなと思って。そういえばなんかさ、今私、盆栽ビジネスをやってて、他の国の人たちになんか、取引してるから、フランス語とかさ、スペイン語とかさ、いろんな言語でさ、なんか、質問とか来んのよね。すごい。そう。それを Google 翻訳使ったりとかしてさ、フランス語で返したり、スペイン語で返したりとかしてやってんだけど、なんかさ、で、うちのその、担当スタッフとかが結構シングルマザーだったりとかするから、なんかここで海外のお客さんの中から結婚相手見つけられるんじゃねえとか思いながら。すごい面白い。そう、なんかそういうさ、なんかビジネス絡みだけど、なんか、ね、なんかお客さんで。いや、それも一つの出会いですよね。そう、アフリカとかさ、そういうチュニジアとかで、とかからもなんかメール来たりとかするから、それさ、なんか、こう、やりとりしてる間になんか声が芽生えちゃったりとかするんじゃないのとか言いながら、
あ、いいですね。それいいですね。そう、だからさ、まあ、わかんないよね、とか思って。いや、本当そうなんですよ。だからもうこれからは本当になんか、もう出会う人も、もう世界から選ぶ、うん。仕事も世界から選ぶ。学校も世界から選ぶみたいな感じで、うん、選択肢は本当に自分次第で広がるっていうのをね。先生、絶対にさ、見つかる、自分の見つかるいい相手とかさ、自分に合う相手とか、うん、合う学校とかさ、絶対世界規模探したら絶対あるじゃん。うん、絶対ありますよね。でもなかったら自分で作れよって感じでした。本当そう、本当そう。もういっぱい話しかけて。そうね。うん、だからそういう意味では、なんかこう、うん、可能性みたいなものは、うん、あの広がってるので、だから、いかになんか、乗っかり上手かっていうのも重要だと思うのね。ああ、そうですね。それ思います。うん、なんかほら、それがあるけど、いや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 、うん、私はとか、いや、うちはみたいな感じで、こう、遠慮しちゃうじゃん、うん、みんな結構、うん。いや、そうそうそう、もったいないですよね。そう。せっかくチャンスがあったら。うん、そうそうそう、だからそういう意味では、なんかチャンス、うん、そのチャンスがあったら、うん、まあちょっと、なんか面白そうだから乗っかってみるみたいな。うんうんうん、うん。でもね、なんか、もしかしたらそこになんかシングルマザーの出会いがあったりとか。いやすごいじゃないですか。夢がありますね。そう。そうでね、バツイチ、子持ちになった時にもう私、あの、絶対外人しかも私を受け入れてくれるところはないって思った。外人マーケットしかもうねえなと思ったのよ。いや、でもそれがね、本当に全部、うん、叶ってるという。うん、だからそういった意味では、うんあのシングルマザーの皆さん、コブがついてても、海外での再婚だったらいけると思います。うんうん、ああ、すごい。でもね、いくつになっても50歳でも60歳でも再婚してる人たくさんいるので、年齢で諦めることもないし、子供がいっぱいいても、全然大丈夫だし、うんうんうん、そういった意味では、なんかこう、恋愛のチャンスはもしかしたら海外の方が、いっぱいある。うん、わあ、すごーい。いやあ、もうなんかこれを聞いて、もしそういうふうに、あの、世界が広がった方がいたら、また、あの、メッセージいただきたいですよね。あの YouTube を見て外国人と、出会いができました、みたいな。うん、そうそうそう。それはね、あると思うな。すごいチャンスが広がるんじゃないかなと思います。うん、でも、頑張って、ね。子供と、まあ、自分の幸せを、見つけるようにね、うんうん、してもらいたいなというふうに思います。そうですね。はい、うん。今日もどうもありがとうございます。こんな感じでね、千恵子さんに本当にシングルの悩みだとか、ね、離婚の悩みだとか、ビジネスの悩みだとか、いろいろそれぞれね、悩みあると思うんですよね。でもやっぱこういうのって経験した人に聞くっていうのが本当に一番私、手っ取り早いなと思ってて、なんか一人で悩んで、なんか経験してない人になんか愚痴をこぼしたり、なんか相談乗ってもらっても、何の解決にもならないみたいなね、ことってたくさんあるので、ぜひね、どの方向から攻めても千恵子さん答えられると思うので、質問のね、フォーム、こちら概要欄に貼っときますので、そちらの方にね、はい、はい、ぜひぜひ、書いて送ってください。今日も皆さんお聞きいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。